階段がスムーズに降りれないんだよ。痛い。ああ、俺は逮捕の顔。あ、怖くない。痛すぎて覚えてないです今。ああ、よろしくお願いします。私、どうやら膝が痛いというか膝が悪いような気がするんですね。まあ、どういうことですか？悪いような気がする。はい、というのはですね、階段がスムーズに降りれないんですね。まあ、階段がスムーズに降りれない。皆さんトン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 って降りてるじゃないですか。私一個ずつトン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 。階段降りてみます？どこのですか？そこにある。こういう降り方じゃないと怖いです。できるだけ、あ、ちょっとこの歩き方でしかできないですね。もう一回ちょっと上がってきてください。はい。上がるのは平気なんですけど、降りるのが、はい。これもこっちですね。悪いのは右です。こっち？はい、こっちがなんか痛い感じがします。痛いのもちょっと膝曲げてみてください。あ、いいですね。これもう失敗したんですよ、手術で。あ、そういうことなんですか。はい、目が、めっちゃ痛い。マスター系の視線がこっちが詰まってるんですよ。あ、ほんまに出てきた。あ、スムーズに。はい、どうぞ。あ、オッケーになってもらって。あ、オッケー、はい。痛いですよね。うわ、怖い。でね、まず、はい。じゃあ練習の場から。あ、待って、痛い、ちょっと待って。え、なんもしてない。いや、何しようか分かんないよ。いや、もう、ね、触ってるだけですよ。触ってるだけですからね。まだ、まだ治療も全然話しない。痛い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 。飛んでけの前に、ね。飛んでてくれないの、痛いのが。痛い！みつちゃん、そんな別に。いいよ。いいよ。いや、本当に痛い。飛んでるのに、飛んでるのに。全部演技。本当に痛いんです。子供さんの十分飛んでる。そうそうそう。痛いんです、本当に。またまた。そんな触ってない。いや、触ってないですもんね。痛いんですって。もこれは硬いですもんね。痛い。元気早いもんね。いや、キリンさんよりも演技早い。いや、本よりも。私盲腸やってますけど大丈夫ですか？大丈夫です。あ、いつですか？昨日ですか？おとといですか？3年前です。じゃあ、大丈夫です。うわぁ、え、もうちょいやったの嘘だったんですか？嘘？痛い！いや、匂おうぞ。待って、本当に痛い。ねにおうぞ。ねにおうぞ。まだまだまだ。どん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 。まだまだ。痛い！痛い！だいぶやるから。あ、だいぶ。ほら。痛い！まだ痛い。指めり込んでるでしょ絶対。痛いって。初代ドラえもんの方です。指めり込んでるでしょ。めり込んでないでしょ。めり込んでないでしょ。めり込んでなかった。
でも痛い。でも見た感じもね、そんな他の人ほど、そうそう、ずっと言ってないですもんね。いやでもちゃんと言ってあげないとね、これね。ちょっとごめんなさい。ちょっとごめんなさい、痛いですよ。はい。いや本当。そっか。戦闘員。ちょっとです。ちょっとです。はい。もっと。熱い。熱い。あ、やっぱ体温上がってくるんですね。あ、確かに。間違いなく上がってきますね。すごい。はい、いやでも自分が痛い思いしたと人の痛がる様子は格別ですね。やだ、もうやだ、これから受けるのに。飯3杯ぐらい食べてくれるんですよ。ギャーッ呪文を教えましょう。俺は太陽の子。仮面ライダーブラックの中に入って岡本次郎って僕の同期なんですよ、ね。あ、そうなんですか。ジャパンアクションクラブ時代。はい、わかりますわかります。そうなんですか、ね。僕ブラック大好きなんですよ。あ、そうちょうど世代だったんで。うん、なんかかっこいいですよね。かっこいいです。よし、いいですよ。立ち上がってもらって。はい、立ち上がりです。はい。どうですか、膝。あ、痛いの消えました。しゃがんでみて。あ、しゃがめる。あ、ちょっと待って、立てない。おお。どうです。あ、でも、はい、パキパキ感が、こっちはちょっとまだ残ってるんですけど、やっていただいた方は、どっちが残っとるのかしゃがんで、いや、どっちも残ってないです。どっちも残ってないです。いや、もう左足残ってますね。左足残ってないです。あ、しゃがみやね。はい、あ、すごいすごい。はい。あ、できんやったのにね。そうなんですよ。もうちょっとしてもらったら、もうちょっと。あのね、自分で、これ、膝。膝小僧があるので、はい、この膝をね、こうやって動かしてください。わわ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 わ。自分で動かせないんですよ、これを。痛いからね。じゃあ来月やな。また来月やな。おじじいが仲良とる。ほら、これもね、ほら、このお皿を。どう？あ、むちゃくちゃ楽です。ね、はい。その毎日自分でやって。ここ。じゃあそれやっといて。痛すぎて覚えてないです。今。あ、じゃあもう一回。痛みを教えてください。ここに膝ありますね。膝はいあります。膝の膝皿ありますよね。ね、これ。ちっちゃい。ちっちゃい膝。これを自分の指でこうやって押すの。ちっちゃい膝。ちっちゃい。こうぐーっとこれ。このお皿のこれですね。お皿をこうやって押すの。あ、はい。行って、はい。ここ。はい。これは今左右にやってるじゃないですか。前後左右。できれば360度これ買ってこと。360度。そうするとほら。痛くないです。でしょ。楽でしょ。なんか言わされようが。覚えました。それをやってください。そうするとだいぶ良くなると思います。わかりました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。出よ。出よ。これ背骨です。これ。背骨。はい。これはおもろいな。これはおもろい。おお、本当だ。あんまり甘いもの食べないってことだ。いや、それはちょっと難しいですね。松尾忠道中継。おじさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いやでも膝は治ったですね。まあ治っちゃいないですけどね、かなり改善してちゃんと動けるようになったので、重力バランスとかもう少し考えていただけるともっと良くなります。あ、なるほど。はい。骨が細いんでね、ちょっと無理がかかってるかなって感じします。はい、なるほど。ありがとうございます。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。せーの、せーの。こんにちは、松尾さんです。こんにちは、皆さんです。杉岡です。はい、お願いします。1回目なんだ。重力バランスミツキは何番やったの？2番。2番、すごい。はいはい。おらんの？